皆さん、こんにちは。バイリンガルハルキーストのマサト,トニックです。え、hey、ガイアですマスコサトニック、I'm バイリンガルハルキースト。村上春樹ブックガイド番外編、すずめの戸締まり。ということでですね、えー、新海誠監督の最新作、すずめの戸締まりをたった今見てきました。えー めちゃくちゃ感動しまして、ど俺はどうしても YouTube で話したいということで、早速ちょっとこの動画を用意してますが、えー、最初にウォーニングです。この画面にもある通りですが、映画ネタバレありですということを大前提です。なので、映画のネタバレ絶対見たくないという方は、まあ、絶対見ないようにしていただけたらなと思います。ネタバレ OK だよという方は、ぜひ見てみてください。で、まあそもそもなぜ村上春樹のブックガイドで、すずめの戸締まりなのっていうのは、映画を見た人であれば、もう全く疑問に思うことはないかと思うんですが、まあ、一方で、映画を見たことあっても、村上春樹の 春樹の小説そんななに知らないよとか、えーとまあ、何がネタなのかわからなかったという方もいらっしゃるかと思うので、そういう方はぜひです、ね、この動画を見ていただけたらなと思います。ということで、主な、えー、とこの動画のですね対象のなる方は、すずめの戸締まりを見た上で、えー、村上春樹の作品まだそんなに読んだことがないという方向けに、えー、どんなつながりがあるのかというか、ここが実はネタ元でしたということをちょっとご紹介したいなと思います。そしてもちろん、あの当然ながら村上春樹ファンの方で、 えー、あ,あれ、そうやっぱりネタだよねという方も多数いらっしゃるかと思うので、そんな方はですね、あそこだよね、そこあったよねとか、あと僕が一、ま、回パッと見ただけなので気づけてないところもあるかと思うんですが、あ全然、なんかマサトリカはそこは見逃してるなみたいなことをご庄覧いただけたらなというふうにちょっと今日このお話を進めていければなと思いますて、思いっきりもう出てますが、神の子供たちは皆踊る。 が思、まあ、いっきりフィーチャーされているような形。まあ、より正確には、神の子供たちはみんな踊るに収録されている、カエル君地球は救うがかなり、かなり、かなり大々的にフィーチャーされていた作品だったなというところです。では、ちょっと早速見ていきましょう。ッコですね、あのー、キーワードちょっと抜き出してみました。これ絵画 <laughs> 見終わって映画館のトイレに駆け込んで、ここだ、ここだ、ここだみたいなちょっとスマホでメモをしてたとこからの発行ですと。で、えっ、ー、と、まずですね、ミミズですね。もう言わずもがなというところでございますが、えー、映画、スズメの戸締まりでは、ミミズというのが非常に重要な役割を果たしていましたね。ミミズが地震を起こす。そうです。カエル君、ここ子供じゃない、カエル君、地球は救うのストーリー、そのまんまの世界がそこには広がっていたのです。で、当然、地震っていうのがもともと 村上さんの「えー、と神の子どもたちみんな踊る」収録というか、神の子どもたちみんな踊るというあの連作短編集自体が、阪神・淡路大震災の後にその地震に、えーまあ、関連した世界というところで書かれているもの、地震の後でという連作短編だったんですが、その中で、えー、出てくる小説として、かえるくん。 東京を救うという話があります。で、そのハイル君、東京を救うという話の中で、東京に直下型の大地震が起こる、その地震を引き起こすのはミミズなんだという設定があるんですね。この設定がほぼほぼそのまま映画の中で使われていたというところは、これはあのハルキストとしては驚きを禁じ得ないというか、うおおというところでございます。そして、もちろん、えー、映画の題材として扱うのはかなり勇気がいったかと思うんですけれども、映画の中で大々的に えー、3.11、えー、東北の大震災がフィーチャーされていました。村上さんがこの作品を書いたときには、えー、想定していた、想定としていたというか、題材としていた地震というのは、阪神・淡路大震災の方で、その後、3.11の地震が起こるわけですが、村上作品の中で3.11の地震の話というのは、岸田長候補者の中に,に若干フィーチャーされてはいるんですけれども、というちょっと違いはありつつも、地震という非常に まあ大きなテーマを扱って、そしてそのまあ原因というか、つ <coughs> ながるものとしてミミズが出てくるという、その世界観が非常に共通しているというところが、ただひたすら驚きだったというところです。そして、そして2つ目、四国ですね。村上作品の中でも四国というのは非常にあのよく出てきます。特に海辺のカフカの中では物語、<coughs> の重要な舞台として四国が出てきて、で、村上作品の中、海辺のカフカだと、本州から四国に渡るんですね。神戸から四国に渡る。でも、すずの戸締まりの中だと、四国から神戸に向かうっていうところが、ちょっと入れ子になっているところが、僕が見ていてとても楽しかったなというところです。ちょっとサクサクいきます。そして料理。で、これは、あの、村上ワールドと新海誠ワールドに、どっちも結構共通するかなというところですごくやっぱりいろんな料理がフィーチャーされている。で、村上作品の場合、どちらかというと、あの、本当に なんて言ううでしょうね、ちょっとこう気取ったような料理が出てくることが多いんですけれども、新海カモクト作品の場合は、なんとなくあの真似してみたくなるような、ちょっとそれ美味しそうだなという気取らない感じのあ味わいになるんではなかろうかというタイプの,あの料理がいつもフィーチャーされるんですが、今回、すずの戸締まりもすごい美味しそうなのが出てきましたね。えっ、ー、と、ポテサラポテサラを何かで入れてあ、あれだ。えっ、ー、と、焼きうどん。焼きうどんに。 焼きうどん焼きうどんでしたよね。焼きうどんにポテサラを混ぜているというのが、なんかいきなり唐突に出てきましたが、ちょっと食べてみたくなりましたね。はい。そして、2つ目、古典文学ということで、えっ、ー、と、今回、スズメのと地まわりだと、一瞬、あの、ソうた、そくんの家に行ったときに、えー、本を片付けるシーンが出てくるんですが、ん違う逆か。スズメの方だ。スズメの方でしたっけどっちでしたっけ混ざりました。誰か教えてください。えっ、ー、と、 誰かの部屋に行った時の中の本の中に、ツルゲーネフの初恋が確かで置いてあったと思うんですよね。という形で古典文学が結構フィーチャーされ、フィーチャーというか、まあサブアイテムとして出てきます。 すずめの当時までだと本当にそこのワンシーンぐらいだったんですけども、逆に1個前の天気の子だと、えー、サレンジャーのキャッチャーインザライがなんか2回ぐらい確か出てきてましたよね。しかも、あの早朝からすると、村上春樹役版のキャッチャーインザライが出てきていたというところで、そこでも古典文学、しかも若干村上つながりみたいなところでフィーチャーされていたりというところも、とても幸せがある世界観だなと思って見ていました。そして5点目、猫です。 あの映画の中ではもうエコ、猫がエコだって、猫が、えー、大臣と、あと、左大臣っという非常に魅力的な猫が出てきましたが、村上ワールドでも猫は欠かせませんよね。今日着ている T シャツもですね、村上さんデザインもこれですね、うん、猫の,あの、えー、T シャツを着てますけれども、というところでもネカイ、猫も、えー、深海ワールド、村上ワールドとつなと結構キーワードになっているかなというところです。そして6個目、観覧車。観覧車出てきましたね、象徴的なところで。えー 2個目か3つ目かのミミズ退治の舞台が観覧車であったかと思うんですが、村上ワールドでの観覧車といえば、えー、あれですね、あのー、スプトニックの恋人の中でミュウが観覧車に乗って、その観覧車に乗っている時、えー、ときに、とても不思議な体験をするというエピソードがありましたが、えー、そんな世界観があります。そして、そして7つ目、円壇というところで、えー、これちょっと説明が、あのー、トリッキーなんですけれども、 すすめの戸締まりの作品、物語自体は結構、なんというか、パッと見てすぐ入り込める世界観だと思うんですけども、その一方で、これってどういうことなんだろうって考えていくと、結構奥深い話になってるのかなと思っていて、一個のキーワードは、円環を描いているんですよね。ぐるっとした円の,あのストーリーになってるかなというふうに思っていて、始まりが,のが終わりであり、終わりが始まりでありみたいな、ぐるという円環体系を描いていますと。 で、それって実は村上作品でも、そ,そのタイプの物語の語り方をしている作品っていうのは結構いろいろあって、有名なとこだと、世界の割とハードウォールド・ワンダーランドなんかが比較的円漢タイプの物語という風によく読み解かれていたりするんですが、そういうつながりもあったりします。ちなみにこのカンという字ですね、えー、作詞人物のメインキャラクターである、えー、スズメの、えー、おばさん。 玉木さんはこの和という文字がついてたりしますよねというところでも、この演刊、こう、和っていうのはすごく重要なキーワードなのかな。あともちろん環境の環でもありますよね。というところも繋がっているかなと思いました。そして最後最後、物語というところで、これはもうそのままなんですけども、深海ワールド、村上ワールドともに物語の 魅力というか、というのはとにかく強力で、とにかく次どうなるんだろうっていうストーリーを夢中になって追いかけていきたくなる、スッと入れる世界観っていうのが、どちらも共通するところなのかなということを見ながら思いました。ということで、あの、パッと見た初見で、えー、ハルキストが気づいた共通点、深海ワールド・村上ワールドの共通点を8個ほとちょっとご紹介させていただきました。で、もう、えー、冒頭申し上げたように、深海は すずめの戸締まりを見,見たことは見ましたで。でも村上春樹作品あんまり読んだことないよという方向けにというところで、あのー、映画の中で大体的に出てきたミミズ、これですね、ミミズ君が登場、ミミズ君というキャラクターが実は村上作品の中には登場するんですが、ほぼほぼ同じ設定で描かれている作品が、えー、カエル君、東京を救うという物語があるので、ぜひ映画を見てちょっと気になった方は、あの本を手に取っていただけると面白いんじゃないかなと思います。この、えー、バイリンガルハリティスト チャンネルですですね村上作品の全作品紹介を目指してち、ちょっとずつちょっとずつ作品紹介の動画を上げていったりするので、これをきっかけに村上作品にも手を伸ばしていただけたら嬉しいなと思います。で、えー、村上ファンの方、ぜひですね <coughs>、多分これ以外にもすごい共通点とか、こことここつながってるよねとか。 これ、このオマージュなんじゃねっていうのは多分結構たくさんあるかと思うので、ぜひ一緒にいろいろ議論できたら楽しいかなと思います。僕ももっともっとちょっと考察を練って、またさらにディープなあの読み解き動画とかを作れたらなと思っておりますが、まずは映画を見終わった直後のこの、めちゃいつも以上に早口で喋りましたし、いつも以上にどちらかと喋りましたが、この感動をちょっとログとして残しておきたくて、今日はちょっとこのお話をさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ、えー、この映画について、村上美作品について、みんなで楽しい時間を作ってい。 押せたら嬉しいなと思いますではまた次の動画でお会いしましょう Until then, see you, bye!